警戒市は中華人民共和国海南省に位置する研究市。警戒市は海南島の東岸、万泉川の河口に位置する。東線高速航路が整備され、小都会口市から1時間程度で連絡されている。人口のうち半分以上が農業に従事し、大役軍人を中心に全中国から漢民族が市内の農場へ移住したことから、人口の98%前後を、 韓民族が占めている。他にも内族、ワン族、ハジム族などの少数民族が居住している。この地に対する中国の支配は、全館以来のものである。当の県警5年に落会県が置かれ、元の資源28年にその西北部が、海道県として分かれた。両県とも、慶州府に属していたが、慶州府は秋夜に、後世から関東に移っている。この地は、 中国共産党の古くからの根拠地でもあり、1931年5月1日に、公軍の最初の女子部隊の公職上司軍が誕生した。彼女らの戦闘は過酷であり、これを記念する銅像が市内に建てられている。主な産業は、漁業と農業。その他、南シナ海に面した砂浜の海岸、万泉川の河口の砂丘や、上流の人工湖、祈願がそそり立つ。 山々の美しさ、身、包み温泉などの温泉で知られ、観光地、リゾートとしての開発に将来をかけている。特に万泉川の河口にある砂浜の町の、広志号は高級リゾートホテルの開発が進み、2002年以来毎年ボアオアジアフォーラムが開催されアジア、太平洋各国の首脳や経営者たちが集まっている。株に十二人を管轄する。ありがとうございます。